ふ津市立大沢中学校は、千葉県のふ津市にあった、ふ津市立大抜中学校とふ津市立つ、さぬき中学校が統合し、2020年4月1日に開校した、ふ津市の公立中学校。千葉県ふ津市にあった、ふ津市立大抜中学校とふ津市立つ、さぬき中学校が、2020年3月31日に、同時に閉校し、2020年4月1日に、 ふ津市立大抜中学校の校舎にて、ふ津市立大沢中学校が開校した。校章、校歌校章は、中学校の中を中心に囲むように、ごぼうが二重に交差して重なったものとなっている。校歌は、アーティストである、梶じひが作詞、作曲をした。卒業生2020年度4月1日に新たに開校したこともあり、2020年度の卒業生は、 第一期生である。学校名の由来、富津市立大沢中学校の大沢は、もともとの町の名前であった大沢町が由来となっている。行事、入学式、体育祭、文化祭、三層会、卒業式委員会、生徒会本部、生活委員会、環境委員会、保健体育委員会、学習分化委員会、広報委員会、 学年生都会部活動例運動部、野球部、サッカー部、バレーボール部、剣道部、卓球部、バスケットボール部、バドミントン部、ソフトテニス部、陸上部、駅伝部、水泳部、相撲部例文化部、吹奏楽部アクセス。ありがとうございます。